オブラドイロ CAB は、スペイン・ガリシア州は、コルーニャ県サンティアゴでコンポステイラに、本拠地を置く、バスケットボールチーム、リーガー区部に所属している。ホームアリーナは、パベロン・ムルティウソスス・ホンテス・ド・サール、SD ・コンポステイラのバスケットボール部門を譲渡され、1970年に、オブラドイロ CAB が設立された。 1981から82シーズンはプリメーラ・ディビシオン B で3位となり、初めてプリメーラ・ディビシオンに昇格した。1982から83シーズンは26試合で2勝24敗の成績となり、わずか1シーズンで西軍ダ・ディビシオンに戻った。2009年には27年ぶりにリーガ・アク部昇格を決めた。2009から10シーズン終了後には、 降格が決定したが、2010から11シーズンは、レブオロで2位となり、リーが悪部昇格を決めた。また、コパプリンシペでアストリアスで優勝した。2012から13シーズンは18勝18敗で8位となり、プレーオフでは準々決勝でレアルマドリードに敗れた。ホームアリーナ、ありがとうございます。